到着。貴様何者だ。宇宙刑事ギャバン。宇宙刑事ギャバンがコンバットスーツを乗着するタイムはわずか 0.05 秒に過ぎない。では乗着プロセスをもう一度見てみよう。乗着。了解。コンバットスーツ前走します。宇宙刑事サリバンが1ミリ秒で赤車乗着を完了する。では赤車プロセスをもう一度見てみよう。赤車。灼熱の太陽エネルギー、グランドバースの増幅システムにスパークする。増幅された太陽エネルギーがソーラーメタルに転換され、サリバンに赤車乗着される。凍結。よせよよせよ涙なし。よせよよ。宇宙刑事シャイダーはわずか1ミリ秒で焼結を完了する。ではその原理を説明しよう。宇宙刑事シャイダーはバビロス号から発射されるプラズマブルーエネルギーを浴びてわずか1ミリ秒で焼結を完了するのだ。一人で戦うしかない。グランナスカのマザーコンピュータが伝送指令をキャッチする。結晶システムが作動し、クリンメタルを超微粒子に分解伝送する。伝送されたクリンメタルはジョー陽介の体で結晶し、ハイテククリスタルスーツが完成する。時空戦士スティールボン。決勝だ。決勝。ダイアナレディ決勝。時空戦士スピルボン。ダイアナレディヘレンレディ怒る。剣流星の体内に入れられていた全エネルギーが感情の高まりとともに頂点に達した時、彼は超人気メタルダーに進展する。
国英雄政党。いやいや、マイクル、ウォルター、出動だ。知ったのは2人組の男で、カウンターの女子行員に拳銃を突きつけ3000万円を強奪、逃走を図りました。しかし警察官が駆けつけたため、2人組は拳銃を乱射、再び銀行内に引き返し人質を取って役員室に立てこもりました。人質になっているのは支店長を含めた2、3人ということですが、詳しいことはまだ。大会終わりかしぐ。
イザークワガ